はい皆さんこんにちはゆうじです、えー、長いプロにお越しいただいておりますよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますお願いいたします姉妹で大活躍中の岩井プロのまあもう本当に教えの父とも言える小学校の時から見てらっしゃったわけですよね、はい、そうですねはいいや前回僕もちょっと教わりましてまだご覧になってない方はぜひ見ていただきたいんですが僕の中では、えー、新常識 <laughs> ただやってみると <laughs> ちょっっとプロっぽいかもみたいな、はい、なんか言われてみたらプロがやってた動きにちょっと近いんじゃないかなみたいな見よう見まねだとやっぱりイメージと実際の動きって結構乖離してるんで,そうです、ね、初めて今なんかそのプロっぽいあの正しい位置みたいなのを教わった時に、はい、こっちかもって思いました、はい、ちょっとやっぱ僕ドラコンをやってるとどうしても、はい、テイクバックをもう遠くに遠くにっていうので,そうです、ね、この脇の開き、うん、これが、うん、よくない。 ドラゴン選手は大体そういう形で大きくやっぱ振った方が引けるよう追求する上で有効な手段だと思うんですけれども、ねはい、ただ、えーと、普通のラウンド、はいえー、スコアを気にしながらやるっていうのはやはり再現性がすごく重要になってきますのでいいかかに再現しやすいか、はい、ちょっとした体操みたいなものがあるんですよね。はいはい 岩井姉妹もやっていたというそうですねこれはだからちょっと気になるんですよねこの体操を覚えちゃえば家でも練習できるはい<ー>えとまあ結構、あのー、簡単な動作なんですけれどもそれを繰り返すことで、はいあのー、自分の体に覚え込ませるっていう体操ですねなるほどはいまずちょっとクラブなしでなしではい一回こう右手後ろで,右手後ろでこのまんまちょっとまっすぐ上げてもらっていいですか これって体動いてないですよね。はいはい、で、ここからブランとします。はい。で、このブランに合わせて。はい、体をすって回してもらっていいですか。はい,はい。このブランに合わせて、うん。そうです。ちょっとこっちに行き過ぎてるかな。こっちか。はい、ここから。ブラン。<ん>で、ここをちょっと緩めて。んうん、このぐらいのイメージですね。そうすると、はい、上から入ってくるイメージになりません。 <laughs> なるほどはい、はい、でこれにもう一回いきますはい、はい、ここからブランはいでここをくっつけると胸の前の上の三角形ができる本当だうん、はい、そうできてるあんまりこっちにはくるようなイメージはないですねこうなってないですね、はい、でえっ、ー、と今度はここから胸はこっち向けた状態で上からストンってここまで下ろしますそうしたら ここからくるっと回ってもらっていいですかはいではい、もう一回でユーさんの場合はその時ここ開くじゃないですか、はい、こういう感じあっちっちゃくだ、はい、から待ってねファンってきたら、うん、ここからファンそうですねこうでこ,このぐらいはい <laughs> だから結局この角度が胸の角度が 変わらないと<ー>、うん、そっからストーン、いやダメです。<laughs> 難しい。こっからストーン、ストーンでしょ。うん。で、ストングット。あ、うストーン、そう。こういうことは、ストーン、こっち。こんなに。<laughs> そう。手をだから左右に動かさない。<ー>そっちから見ていただいて。 からうんストンってきて右手に添えてみてください胸の前の腕の三角形はいだから結構体回します体回さないとあのー、どうしても振ろうとするから OKOKOK、OK, OK, OK はい、そうですねストン そうなんか体遅れてくるイメージですよそうですねいいんですかうんそう、ここの角度崩れないんですよ OK どちらかと初心者向きなんですよ初心者ってここからこうやってと全体でうとつるじゃないですかこうやってねそう、それをもう振りましょうって感じ はい。<ー>振り下ろす、上から下。<う>こっから。ストーン。ストーン、そう。ストーン。そう、はいはいはい。から。ストーン。そう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 。そのぐらい楽にやりたいんですよ。すっごい楽にやって。る。もう本当重力に身、身を任せてる。そう、そうですね。はい。 はい、ということでスイングいろいろ教わりましたけど、はい、今日は体操を教わりましたね、はい、まあ非常にシンプルで、まあ、左手を上げた状態からもうブランとねこの勢いでブランでブランと下ろすでブランと下ろす意外とシンプルなんですけどシンプルなんですけど何回やっても違うって言われて <laughs> <laughs> 意外とだからねあのやっぱ癖で下ろしてる重力に任してるつもりでも ちょっっとと引きに行ってる自分がいたりとかで,、ね、あのでもねあのあ今のいいよって言われた時は確かに無になってて、うん、なんかゴルフボールも打った時っていい球の時ってなんかこうあれなんかあんな力入れてないふわっとした感じでこんな飛ぶのって時あるじゃないですかんかそれに近いというか、はい、今のいいよって言われた時は本当になんかねこう降りてきた腕と回転する体がなんかね本当心地いいんんですよスーって感じ、うん、なんかねちょっとどっちかのタイミングがずれるとなんかトントーンとか。 なんか、引きにいってると、コンコンみたいな、なんかちょっとね、動作がバラバラな感じしちゃうんだけど、本当にね、スッて一つでまとまる瞬間があってで、ね、あの感覚を多分、練習していくと、無意識にでもなんかちょっと近いものが出てくるのかなと、ちょっと思いました。ねはいはい、面白い、いい体操ですね、これ、うん。ぜひやってみてください。これは何体操って言うんですか、これ。えっと、まあ、 私たちはスイング体操って言っちゃうんですけれども、あの長い体操でいいんじゃないですかこれ。これ誰かに教えてもらったんですか。いや自分で考えた。考えた。なんかこれなんなんでしょうね。ブランブラン。ブランブラン体操。ブランブラン体操。ブランブラン体操なんだろうねこれね。でもまあそうだよねここからこうブランでブラン。 て、うん、<laughs> て言っっましたっけ最初は、えー、スイング体操,スイ,ング体操スイング体操は違うな、うん、岩井姉妹の名前使うのもちょっとあ申し訳ないしね <laughs> いや <laughs> 長井先生が考えたからねうん,うんちょっとあのコメント欄にください <laughs> それがいいねそうこれほら作ってください皆さんコメント欄でね,そうですねこれがいいとこだよね<ー>動画のね好き勝手コメントかけますからねっ長蔵体操でも うん、岩永体操でも、何でもいいですよ。あの、いや、なスイング体操がいいよっていう人もいればね。ぜひ、ちょっと、あの、コメント欄で、あの、この体操、名前つけてください。うん。第一発見者みたいな方はね、名前つけられますから。はい。ね。いいですか、それで。はい。お願いします。あんま、変な名前、やめてくださいよ、皆さん。ね。でも、本当に、あの、これ。ちょっと、身になりそうなので、ぜひ、チャレンジしてみてください。ということで、お願いします。はい。お願いします。長井コーチでした。ありがとうございます。ありがました。ありがとうございました。